やっぱりあれですね、大学紹介も去年画像を撮ってるんで、皆さんマスクしてますね。あ、そうですね、はい、やっぱ時代ですね。いや、全部マスクで、はい。ということで、東京芸術大学の湯河川も感染症対策をしっかりされてるということですね。まあ、学科もね、かなり対策してますんで、当初はあれでフェイスシールドも採用してました、はい、今日はフェイスシールド、今日はしてないですね。フェイスシールドして距離をかなり取ってマイクまで使って、はい、やりました、やりましたけども、はい、今日はフェイスシールドなしで、マイクは使ってないです。あ、そうですか、はい、もうじゃあ徐々に戻しつつ、そうですね、はい、まあ、距離感は結構割と広い目の教室なので、あ、そうです、距離感が取れるので、2メートル取ればやっぱり2メートル以上は飛沫感染にならないらしい。あ、そうですか。2メートルあればセーフゾーンですよ、はい、確実に。ここは2メートルなんです。そうですね、ここ2メートルはそうですね。ここ、まあ、アニキャットがここに入って、アニキャットも近いです。そうですね、アニキャット感染症対策してます、アニキャット大丈夫ですか、アニキャット。そうですね、この人だけ袋に入って、袋に入ってますけど、感染症対策してますけど、いや、近いですよ、アニキャット、かなり近いですね、密になってます。ちょっと広げた方がいい、アニキャットのソーシャルディスタンスをアニキャットソーシャルディスタンス取った方がいいんですよ、はい、ここ我々がこう持ってあげるとソーシャルディスタンスされますので、はい、こんな感じですか。こんな感じでアニキャットも対策していきます。こちらの新しい色を持ってきましたけども、はい、まあ、茶色と緑と、はい、梱包されてますので、これは万全な対策されてます、はい、